で最近読めなかった感じっていうのはあるんですか？ないですよ。本当ですか？ないですよ。か確かに現場でも読めないことあんまりなかったもんね。そうですね。あれってやっぱりキャラなんですか？うん、キャラキャラ。ビジネス読めない。キャラ作り。キャラ作り。な、浪川さん、これなんて読むか分かりますか？投稿人。お前ちょっといいですか？はい。お前バカにしてない。バカにしてないです。バカにしてない。すごいな。どのあたりから読めないのかなっていうのはでも純粋に気になるんですよね。関係何級ぐらいからが読めないの？俺は一級受けたよ。あ、すごい。あ、どうでした？もうあと147点足りませんって結果が来ました、ね、やっぱり過程がどうであれ結果がついてこないと何の意味もないですからね。そうそう、お前厳しい。さらっとどこを分かるね。厳しいこと。まあでもまあだから本当に知ってるか知らないかだからさ、感じは、そうですね。そうそうそう、読めない。そうだね、うんうん、まあそれはまあ出会った時の感じで、うん、でも読めないこと結構ありますよね。あるよ、絶対あるよ。みんなだって、アニメとかだと結構なんかその世界観独特の言い回しとかだったりする。そうそう、なんかルビ振らないと読めないよっていう。あるある。これ読める？あのあ、もう書けねえ。ビビビビって書くやつですか？こうかな。こういう字、あのなんつうの、前に。あ、読めますよ。あのなんかこういうの、これ。はい、あのこれ。あ、これですか？点点点。前に点点点って書いて、これ読める？あ、読めます。食べる辺みたいな、もちみたいな。まあもちもち。あ、読めます。マジで？俺も最近読めるようになったんだけど。あ、僕も最近読めるようになりましたよ。これブランドだと思ってたの。え？ケイソが会社みたいな風に思ってたみたいな感じですか？そう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 、こういうよくあんじゃん。ええ。こういうブランド品みたいな。あのなあのお米だったらさ、つや姫みたいな。あ、はいはいはい。ああいう感じだった。だから俺これ食って、俺も全然気づかずに、お前持ちのこのせんべい前持ちってとこうまいっすよ。これどこっすかねって言ったら。で、それが俺全然気づかなかったんだけど、それを知らない間に誰かが聞いてて、それをこっそり言ってたんだ、他のラジオとか。やばい。それ俺をネットの情報とかで知るって。何かは大輔は。やべえ、面白いな。読めないみたいな感じで来たんですね。じゃあ、ちなみに浪川さん、これ読めます？なんだよ、うるせえな。これはでも結構。あ、これ読めるよ。あ、本当ですか？月決め。おー！そっか。これは一回失敗してるから、俺。経験済みだった！駐車場を借りるときに俺、失礼した。あの、何なんすか、あの、月局だか結局だかよくわかんないやつが、つって、いや、月決めですね、つって、それで学んで、そのときにもう、あの、リアルに普通の市役所の人だったから、市役所とかする不動産だから、そのときの、あの、寒さは忘れられない。あ、そっか。大丈夫。だから、今日も、基本は、読めます。大丈夫ですね。わかりました。読めます。ありがとうございます。